おはようございます。ここは JR 明石駅、そして山陽電車の明石駅の北側になります。本日は JR 西日本のすごい乗車制度がありましたので、それについてご紹介しようと思います。そして本日同行してくれるのは、一度昔非鉄で動画に出てくれたパコ社長です。はい、じゃあ行きましょう。時刻は7時17分。これに乗って姫路へ向かいます。扉が閉まりました。明石駅を出発します。この電車は普通姫路行き、普通電車ですから姫路駅まで各駅に停まることとなります。姫路駅まで約30分長所ですかね。次は西明石に停まります。ここからですね、大久保、魚住、土山、東加古川、加古川方面、そして姫路方面に行くわけなんですけども、ご乗車ありがとうございます。この電車は普通姫路行きです。終点の姫路まで各駅に停まります。次は西明石です。お出口は右側です。ですね、対向列車も来ました。ここは加古川橋梁、兵庫県でもかなりでかい川に入りますね。加古川という川を渡っていきます。もう渡り終えましたね。さて曽根駅に来たんですけども、曽根駅ね、大変カーブがきつくございまして、右側にかなり傾いてるのが動画でも分かると思います。分かりやすいようにね、広角のあのカメラで撮りました。やっぱりすごいカーブがすごいんですね、曽根駅です。こちらは姫路別所、姫路貨物のある場所です。貨物電車なんかはここにねいるはずなんですけど、まあずっといるわけではないので、見ることができるのも、まあ、たまたまという感じですね。もう電車発車してしまいます。ただいま東姫路、次は終点の姫路に到着するそうです。もう目前ですね。岡山方面への乗り換え、そして新幹線への乗り換えが乗り換え案内車掌さんからあります。バンタン線、紀新線もお乗り換えなんですけど、今回はバンタン線という、ね、線路線に乗っていきますよ。終わりまして7番乗り場から発車いたします。バンタン線寺前行き8時19分、1番乗り場紀新線矢部行き6番線に入線したこの電車ですが、奥の方にちらーっと黄色い電車が見えるですね。こちらは岡山方面で活躍しております電車なんですけども、こちらのね電車がこの姫路駅までもやってくるということで、姫路より東には来ないんですけど、ここが最東端ということなんですね。この黄色い電車の岡山といえば本当に末期色と言われるぐらいですからね。あー、姫路まで来たんだなーってそんな感じがします。まあ、そういうことでね、ここからねずーっとバンタン線というね真っ赤な電車に乗っていきます。こちらが103系バンタン線、幕回しを行っておりますが、こちらは寺前行きになるはずです。快速ではありません。寺前と書かれておりますが、アバンマンの表示も出るのね。これ出ました、こちらです。ということで今回乗車するのはこちら103系3500番台寺前行きです。赤色の色が特徴の103系電車。これどっか行った。さてこちら扉がね手動なんですよね。コロナの時期でもこんな感じでやっぱり人が少ないのでね、全然問題はないんでしょう。向こう側にはですね、僕先ほど姫路駅でお会いした友人の方々がいらっしゃる方がいらっしゃるんですけどね、こちらに手を振ってくださっております。はい、お見送りわざわざしていただいてありがとうございます。103系3500番台がよく書かれております。雲波モーター車にご乗車いたしました。こちら姫路駅に現在いるんですけども、こっちから京口方面、和田山まで行きます。寺前方面ですね。次は寺前のここまで終点まで乗っていくということなんですけども、
ずっとこっち見てね、カメラも撮ってくださっていらっしゃいますね。わざわざお見送りありがとうございます。わざわざお見送りしていただきました、ありがとうございます。さようなら。ということで、ここから蔵前まで向かいますよ。こちらの103系電車で姫路駅を出発です。新幹線ものぞみが一部停車する大ターミナル駅なんですけども、よく姫路通過芸なんて言われてですね、のぞみが通過するバージョンもあるということで、なかなか面白い駅になっているんですが、次は道口です。全てのドアが開きます。いつも座席の譲り合いにご協力いただきます。優先座席付近では携帯電話。さて、出発して向こう側、さっきまで乗ってきた JR 神戸線とは、分かれて、こちら万端線の線路を走っていきます。線路が1本の単線区間になります。ですから行き違いの列車の時は必ず複線のあるホームの場所とかでしか行き違いができないんですね。103系のですね、本気というんでしょうか分かりませんが、かなりのハイスピードで発車していきますね。加速度がなかなかいいと思いますよ。さて、しばらくして行き違い列車がやってきました。こちらですね、日曜日に撮影したんですけども、やっぱり朝の時間帯というのは若干本数が多いのかな、微妙なんですが本数が多いようで、向かい側の電車もまあなかなか多かったかなと思います。こちらも万端線、真っ赤な103系電車です。現在103系というのは加古川線、そして和田岬線でも走っていますね。確か JR 九州でもね、走ってた気がしたんですけども、現在の速度は87キロ、79キロ、まあ80キロぐらいで走ってましたね今。さて、寺前駅に到着しました。そうするとですね、あら不思議、キハ41などのね、あの車両を見ることができるんです。ということで、ここからはこれに乗車して和田山まで行きます。これも万端線の中でも気動車の区間を走る列車ですね。なんか朝の時間帯だからか知りませんけど、着回しが行われていましたので、運よくそれを見ることができました。なかなかこういうシーンも珍しいんじゃないかなと思うんですけども、この1両編成の電車がですね、たくさん置いてありまして、そちらがですね、和田山から寺前の区間というのを走っているわけなんです。ずっと奥の方に多分ね、これ入れ替えというか、本線上まで出てからまたこう左側の線路の方に入ってくるとは思うんですけども、さて乗っていきますよ。和田山行きです。寺前から和田山の区間は非電化ですので、ディーゼルカー、電気のいらない列車を走らせなければいけないですね。電車とか言ってこちらも手動、一応ドアを閉めておきましょう。暑いんでね、ようこそ兵庫へと書かれてるんですが、ですね、このように国鉄型のボックスシートで、なかなか風情のある席だと思いますよ。こちらですね、これに乗っていきます。スピーカーの音質もなかなかいいもので、もうこのね、曲っていうか、このスピーカーの音すごい大好きです。お見せください。リコカーなど IC カードは一部の駅でのみご利用いただけます。発車までしばらくお待ちください。寺前から和田山行きと書かれております。ちゃんとワンマンに対応していますね。向こう側には103系が通っておりますが、座席がすごいふかふかなんですよね。これ友人もすごいふかふか感を体験しておりました。ちょっとやりすぎじゃないかなこちらですね、明石駅で購入したんですが、ついにね、西日本でもこんなのが売るようになって、これ色が一緒ですよね、外の103系と。まあ、この富士リンゴってやつすごい美味しいんですけども、上野駅とかでも売ってるみたいなんで、皆さんね、これアキュアっていう JR 東日本でもまあ売ってますので飲んでみてください。めちゃくちゃ美味しいですよ。ですがこれ、このサイズで170円します。富士リンゴジュースですね、 280ml 170円です。ちゃんと扇風機が備わってるんですね。一応冷房も多分かかってると思いますよ。涼しかったですし、車内閉め切ってると。さて、和田山駅を発車します。発
先ほどのキハ41と103系とお別れを告げまして発車していきますが、ここからは単線区間、またまた単線区間なんですが、非電化の場所を通っていきます。長谷駅来たんですけど何もなかったですね。なんでこんなところに泊まるのかってぐらい、まあ多分行き違いができるんでしょう。さて、和田山に近づくにつれこのように山が険しくなってきたんですけども、向こう側にすごい霧が見えてるんですね。すごいですね。絶景と言っていいのか、ただのど田舎と言っていいのか分かりませんが、さて武田駅です。皆さん有名な兵庫県の武田城跡という観光地がございますが、さてもう間もなく和田山駅に到着します。 ATS が鳴り響く中和田山駅に到着。一両単行の電車もここで終了です。和田山駅、武田、矢部、山陰本線のあれが書かれてありますね。寺前行きというふうに名前が変わっておりますが、行き先表示がキハ41、こちらにも止まっております。さて、食パン顔の列車が2編成並んでおりますね。なんとも可愛いです。右側が発車するやつですね。寺前駅とどちらも書かれております。さて、やってきたのはこちらの電車、223系の5500番台で運行される福知山行きのワンマンカー2両編成です。和田山駅から次福知山駅までこの電車で乗車します。いい普通福知山駅、これ F15 編成ですね。これ乗ります。さっきのおもろ機動車とはお別れです。さて、向かい側からなんか来たなと思ったらですね、待ち合わせなんですけども、こちらですね、緑色の列車がやってきました。113系ですかね。城崎温泉と書かれております。城崎温泉まで行けるようですよ。こちらは山陰本線、ブレーキ音がすごい響いておりますが、イヤホンの方は申し訳ないです。運転手さんが進行というふうに、ね、言ってくださりまして、電車発車していきます。この電車で福知山まで向かいますよ。こちらなかなかの大きな川というのも、まあ、通過するんですけど、何川かちょっと分かりませんでしたね。調べれば出てくるでしょうが、知識不足でございます。田舎区間をずっと走っていきますね。さて、途中駅上八雲という駅で、向かい側から来た列車は何やら黄色い電車。こちらはですね、明智光秀ラッピングと言われまして、大河ドラマの明智光秀にちなんで作られた車両なんですね。さて、またまた、向かい側の対向列車なんですけど、こちらはですね113系ですか、115系ですか、113系っぽいですね。電車やってきましたよ。もう未だにですね、113系と115系の区別がつかないもので、誰か教えてほしいんですが、113系でした。豊岡行きと書かれております。兵庫県豊岡まで向かいます。しばらく走ったらですね、福知山の手前のあたりですごい豪雨になりました。多分ゲリラ豪雨かなんかだと思いますが、すごい雨が降ってるんですね。そして左側を見ていきましょう。左側を見てみますと、こちら京都丹後鉄道と合流しまして、京都丹後鉄道の車庫を見ることができました。色とりどりの車両がね、置いてありまして、なかなかに面白いです。さて、福知山駅に到着したんですが、この通りすごい雨なんですね。多分ゲリラ豪雨かなんかだと思いますよ。すごい雨でした。本当にホームにいても濡れるぐらい。この雨の中スムーズに停車してくださいました。福知山に到着です。雨降ってきたね。さて、幕回しを行っていますね。普通
5500番台というね、この車両がですね、こういう枠を出すことは珍しいので、L 普通とかなかなか見ませんよね。さて、豪雨の中ですね、雨に濡れながらこのように特急電車を撮影しております。もう自分何やってるんだって感じなんですけど、ホームにこう打ちつけられた雨を見てみるとよくわかると思います。すごい雨なんですね。こちらには特急城崎であったり、北近畿はいませんけど、いろんな特急電車が乗り入れていきます。舞鶴、橋立であったりですね、丹後エクスプローラーというのもここをね、乗り入れているわけでございます。さて、また特急電車しか来ないんでね、特急電車にお別れを続けて、こちらはですね、城崎というね、特急電車なんですね。皆さん快適そうに乗っておられますが、僕たちは普通電車に乗っていきます。こちらのね、特急なんかに乗っちゃうと今回の乗車制度が適用されませんので。やってきたこの電車に乗っていきます。またまた同じ顔ですね。223系の5500番台。全く同じやつです。こちらで山陰本線園部まで向かいます。普通ワンマン、園部行きと書かれております。空気ブレーキ、緩解音を響かせながら福知山駅を発車です。この電車でその上まで向かいます。すごい豪雨だったんですけども、まあちょっとマシになったかな、まあ、そんな雨の降りしきる福知山駅を出発、京都丹後鉄道ともここでお別れです。さて、日吉駅というところにやってきました。ここで普通電車との行き違い、そしてその後ですね、東急電車の行き違いのために10分ぐらい停車したかな。結構停車しましたよ。日吉駅というのは JR 西日本山陰本線の日吉駅です。東急電鉄の日吉駅ではありません。さて、こちら、京都丹後鉄道、丹後エクスプローラーというのでしょうかね。丹後の海と書かれておりますが、列車が通過していきました。すごいな。さて、園部に到着です。221系に乗り換えまして、快速京都駅に乗り換えます。快速京都駅は園部駅を発車しまして、次は京都方面に向かうことになります。車内チャイムが鳴りまして、これでなんかようやくちょっと京都に近づいたなという感じがするんですけども、結構ね、中のね、満員とは言いませんけど、かなりの乗車率でしたよ。椅子に座ることは、絶対できませんでした。さて、亀岡駅に到着です。最近、大きなドームみたいなものが完成しまして、サッカーかなんかのスタジアムかなんかになってるとは思うんですけども、その亀岡駅となります。さて、こちらが山陰本線小津京駅です。こちらの辺りはもう嵯峨野山陰線という名前になってるんですけども、愛称ですので山陰本線でも OK です。またトンネルに入ります。小津京の辺りを抜けまして、今度は嵯峨嵐山に到着です。観光地として有名な嵐山、渡月橋なんかが有名ですけども、梅小路京都西駅を通過しながら右側に見えるのは京都鉄道博物館ですね。ちらっとしか見えませんでしたが、さて、もう間もなく京都駅、京都ステーションに到着です。今回は32番線の到着でした。こちらが関西でもかなり大きな駅、京都駅です。大阪駅の次にでかいですね。実際大阪駅よりもホームの長さで言えば京都駅は日本一を誇りますから、大阪より大きいと言ってもまあいいんではないかな。多分利用客が多いのはもちろん大阪ですけども、
京都駅もそれに劣らないほどの大きさ、乗降客数を誇っております。やってきたのはサンダーバード。これでサンダーバードで金沢へ行こうと、まあ、そういうわけじゃないんですけども、たまたま来たから、まあ、撮影しているとそういうわけでございます。京都駅にせっかく来たんですね。こちらの電車は新大阪から出ておりますから、新大阪から1本で金沢方面行けるとそういうことです。2番線の方にはですね、最近あのようにホーム柵がついたらしいですね。といってももう半年ぐらい経つのかな。新快速電車もやってきました。この電車が姫路までつながってると思うと、やっぱりね、あ、すごいなぁともそういう風に感じるわけなんですけども、さてしばらく走りまして新快速に乗って姫路方面またまた向かいます。こちらは向こう町車両所、向こう町運転区っていうのかな。さて大阪へやってきました。ここからですね、大阪環状線に乗って京橋まで向かったんですけど、その時に撮影した323系電車、こちら大阪環状線内回り天王寺方面行きです。ユニバーサルシティ方面も西九条でお乗り換えですね。また大阪ドームのある大正駅、それからですね、大阪の南新今宮、それから天王寺、4円はこの電車で行くことができます。大阪環状線、実際は外回りに乗車しましたが、こちらの撮影しておきました。さて京橋駅にやってきまして、207系電車を見ることができました。京橋駅からこの電車塚口行きになりまして、尼崎まで向かいます。まあせっかくだから秘鉄の友達に環状線に乗ってもらおうということで乗っただけなんですけども、しばらく走ってて尼崎停車前、このようにですね、貨物電車と並走することができました。貨物電車と抜かれつつみたいな、そんな感じでずっとやっております。 JR 貨物と、これがですね、日本の物流を支えてくれているわけです。トラックの何百倍もね、たくさんの荷物を運べると、そういうことなんですけども、さて尼崎から快速に乗り換えて須磨駅までやってきました。ずっとこれに乗ってきたんですね。それでこの電車の向かい側に止まっています普通電車に乗り換えて、今度は先ほど言った明石駅、最初にいましたね、明石駅の方面へ向かうわけなんですけども、明石駅まで行ったらですね、ただのね、なんかね、ぐるっと回っただけになってしまいますので、もちろんこれはね、乗車、特別のね、乗車制度ということですね、大回りではあるんですけども、新しい大回り乗車というのをね、するのでね、朝霧駅へ向かおうと思います。窓が開いてたのね、撮影してたのね、すごい風ですよ。海は綺麗なんですけどもね、やっぱり風がすごいということで、この時速70キロ、100キロぐらいで走ってたらね、こういうことになるわけですよ。そのくせ開けております。もう頭がおかしいんでしょうか。まあでも換気は必要ですからね。混み合った車内ではこういうのも大事です。全然混んでないんですけどね。1両に1人、2人いるかどうかぐらいです。さて、今度は全開にしております。2号線、国道が見えるんですけども、なんでこんなバカなことをしてるの。さて朝霧駅に到着しました。これが今回の旅の目的地です。そうです、明石駅から一つ隣の駅、朝霧駅までやってきました。さてその時乗車料金はいくらになるのかということなんですけどもね、これが実はですね、明石から朝霧までの、一区間、190円だったか200円だったかですね、それだけしか取られないんですよね。本当にいいんですか JR 西日本さんということなんですけど、
これについて後で解説します。さて、ね、新事実が発覚したんですね、驚きの事実なんですけど、このように朝霧から魚住までのこの通学定期を持っている場合、この定期券を使えば、僕の友達が魚住までの通学定期を持っていまして、明石から朝霧まで乗ったので定期区間内ということで、駅員さんがですね、ああこれ定期区間内といいんじゃないかと言って精算なしにしてくれたんですけど、これ大丈夫なんですかね。まあそういう感じで大回り乗車、新しい大回り乗車というんですが、これは IC カード、イコカ、スイカなどでしか行えないって、そういうことなんですね。この IC カード乗車の裏側にはですね、たくさんのいろんな要因があるんですけども、通常大回り乗車というのは切符を使って行うんですけども、その切符を使うとですね、やっぱり切符の、特定区間内というもの場所でしか使えないんですけども、今回の、区間乗った、場所というのはですね、万丹線、こちらはですね、大阪のね特定区間内というのには入ってないんですね。ですので IC カード以外での切符での大回り乗車はできません。ですからね、こちらですね、IC カードを利用すると、この明石駅、朝霧駅じゃなくてもいいです。この IC カードの使える駅から駅まで、をこのように大回りした場合でも IC カードのこう利用できる、この大回りというのがねできるわけなんです。このね大回りができる理由っていうのがですね、いろんなところに書かれてあるんですけども、基本的にはイコカのですね、このなんか利用規約みたいなところに書いてあるんですね。こちらのようにこういうのもね参考にしていただいて、皆さんね楽しい旅を楽しんでいただければと思うんですけども、残念ながら途中下車ができませんですね。途中下車をしたいという方はですね、まあしぶしぶお金を払うしかないということです。まあ電車に乗りたいというだけのね鉄道マニアの方であれば、このように楽しむこともできるんじゃないかなと思っております。ということで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。では今回パコ社長という方にですね、私鉄の方にご同行いただきましたこと本当にありがとうございます。鉄道のねこのねくだらない遊びにね付き合っていただきまして本当にありがとうございました。ということで皆さんさようなら。